ってきます。ちょっと今日は気分転換に暇だったんでドライブしたいなって感じなんだけど、ジム行く予定だったのをやめてドライブ来たからジムウェアのまま来ちゃって、なんかすごいね、よそ行きの格好じゃないのよ。これ上しか今映ってないけど下は短パンなのね。本当にパジャマみたいな、やばいです。ドライブしながらカメラ回すの初めてだから、どんな感じなんですかね。ちょっと今日は買い物してストレス発散したいんで、アウトレットとか行きたいと思います。どう調子は。カメラ回しながらさ運転するのなんか怖いんだけど、ナビ見るの忘れちゃうし。夏の思い出といえば、去年の夏とか何してたかな。でも去年の夏は、7月8月は結構夏エンジョイした気がする。旅行したりバーベキューしたり田舎行ったり、結構いろんなこと去年したけど、今年は8月からツアーがあるから、そこでなんか全国各地でいろいろできたらいいなとか思うけど、ナビ考えた人って天才じゃない？すっごい昔とか私おじいちゃんとか本で見てたイメージあんだよね、地図を。カーナビってできたの結構そんなに昔からないよね。よし、右折いけるぞ。君についていく。チーム右折って気分でいつも言ってる。あなたについていきますみたいな。最近でもお酒で失敗すること多くて、ちょっとなるべく禁酒しようかななんて思ってる最中でございます。何買おうかな。最悪なことしてる私。まっすぐか右行くかの路線で、でもどう考えても右折の人がこういっぱい並んでたところの先頭に右折しない私が来ちゃったっていうこと。車ドライブ系の企画とかもいっぱいやりたいよね。右方向、湾岸線。私ね、湾岸線めっちゃ苦手なんだよね。超わかりにくくない？入れてください。ありがとうございます。東京の道路ってマジ難しいよね。でも結構よくさ、東京の道路は運転できないんですよっていう子が、なんだろう、自分の地元の子とか地方出身の子で多いと思うんだけど、私はね、東京で免許取ったから東京しか逆に運転できないの。あ、前失敗したとこだこれ。ねえ、超嫌いこのぐるぐる。ってどこ？ママラ君ってどこだよ。合ってる。いけた。ねえ、超わかんない。もうマリオカートなんだけど、ここ行けた。行けました。これ前回ここ行かずに私幡ヶ谷行っちゃったからね。あー怖かった。ぐるぐる来てる。ありがとうございます。普通にさ、私トンネルめっちゃ苦手なんだよね。なんか病んでこない？もう免許ってあった方がいいですかとかすごい聞かれるんだけど、私は絶対あった方がいいって思う派です。なんか女子なんで、もしもね万が一結婚して子供ができたりしたら、もうなかなか免許取りに行く時間ってないから、こういう今の独身の自由なうちに免許取れる時に取っとくべきかなって思うし、車があると本当に選択肢広がるっていうか、行けるところもね、休みの日にやることも増えるし、もしも彼氏と遠距離とかだったとしても、車があったらなんかさ、難なく会える距離もあるじゃん。だから本当に私は車の免許絶対取った方がいいと思う。
ない、終わりのわからない道を歩んでるみたいな、すごい嫌だわ、なんか気がめいてくる。ねえ、まだ光が欲しい。アクアラインとかもこんな感じだよね。わーい、嬉しい、太陽超嬉しい。ねえ、本当にお日様って最高だね。あ、お日様の素晴らしさを改めて分からせてくれるためのあれだったんだね、チャンネルだったんだね。雨があるから晴れがありがたいし、晴れがあるから雨がありがたいし、トンネルがあるからお日様がありがたいって思えるんだね。ありがとう。彼氏を探さなくてもよくなるっていうのがめっちゃいいかも。別に相手が運転できなくても私が運転するよってなれるから、そこはいいですね。私の手が見えてないからさ、私ずっと自動運転してるみたいになってない？え、最高じゃない？今からどこだって行けるんだよ。最高、最高の離婚っていうドラマ見たことあります？みんなめっちゃいいドラマ、FOD とかでまだ見れるかなって感じなんで見てみてください。もう名言だらけで、なんか、うん、人間って、恋愛って、恋って、愛って難しいな、深いなって、私は人を愛せてるのかなみたいな思ってくる。所詮恋なんじゃないかな、すべてとかさ、誰かを心から
間もなく着きます。ちょっとなんかね、さっきアクアライン出てから横風がやばすぎて携帯も倒れてさ、全然回せなかったんですけど、もう着きます。寒っ、車内満車なんだけど、マジ本当に。さあ、私駐車できるんでしょうか。駐車嫌いなんだよな。え、これ行けんじゃないの。でもなんか怖い、学生がめっちゃ見てる。こいつ下手だなとか思われたくないから顔を伏せたい。行けばよかった。学生の目が気になって止められなかったよ。一目ばっか気にして。あ、開いてる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 。めっちゃバカにされた。はい、止めれました。ショッピング楽しんでいきたいと思います。じゃあね、バイバイ。なんか結局何も買えませんでした。そう、虚無感に襲われて何も買えませんでした。みんな家族とかカップルでさ、一人でこんなジャージで来てる人なんて私しかいなかったのね。なんか何買ったらいいんだろうみたいな、か何のいつに向けての何を買ったらいいんだろうみたいな気持ちになってきて、すごい寂しい気持ちになった。で、帰りは音楽聴きながら帰ろうと思ったんだけど、なんかスピッツ聴いてたらさ、超切なくなってきて、喋りながら帰ろうって思った。何も文句はないのにね。てか私ここで会ってんのかな。マクアって書いてあった。わー、夕暮れね。なんかさ、でも私思うのね、一人でも別に生きていけるし全然不自由ないんだけど、世の中は二人にさせようとしてきてるよね。それがどういうことかっていうとね、例えば家具の組み立てだったり、洋服とかも後ろのチャックとかさ、後ろのボタンのやつってさ、一人でさ着るのが大変なものが多いわけ。なんか一人で自立してる人はかっこいいみたいな世の中なのに、一人でできないものが多すぎて、あとウォーターサーバーの水重すぎね、あれ。あと電球変えるとかさ、そんなんさ私一人でできないわけ。なんかすごいさ、考えさせられる夕焼けなんだけど。ありがとうございます。本当にもう指ハート送っとく。諦めた、つぶやいてみるけど諦められないことがあったり。まあでも息結構喋ったんで早めに締めたいと思いますけれども、ちょっと今日一人で来てみてよかったね。家にうじうじしているとさ、多分気分は晴れなかっただろうし、渋滞してるんでね、この辺で。なんかさ、物を買えば購入品紹介したかったんだけど、何も購入してないんで、こんな感じでちょっと一人でまたなんかスーパーでも寄って帰ろうと思います。じゃあねー。